皆さんこんにちは。いつも動画のご視聴ありがとうございます。地下鉄鶴舞線の沿線をぶらり散歩していきます。今回は上舞津駅から出発して鶴舞駅まで歩いていきます。ここは上舞津東交差点ですね。これから上舞津駅の次ですか、鶴舞駅行きます。この通りは初めて通るかな。あれはなんだ、青島設計会社か。ネジと工具のデパート、なかなか古そうだ。なんか警察官かな。警察官がゾロゾロいっぱい歩いてるんだけど、なんだろう、こちらは橋かな。新堀川。これが川にかかる橋です。だからなんだ、さっきの橋ひね橋っていう橋らしいですね。あ、違うか、記念橋か。車が通ってないと静かですね。あ、愛知県中警察署、愛知県中警察署。なんだろう、なんか警察官がいっぱい、なんか、周りを歩いてるんだけど。いやー、のんびり歩いてます。千代田交差点。お、お好み焼き、鉄板焼き。食祭館ネギ坊主。ネギ坊主。味噌カツ。カツミヤ。ああ、見えてきたかも。ああ、来ましたね。ありました、鶴舞駅。地下鉄鶴舞線鶴舞駅。よいしょ。さあ構内を見ましょう。あ、ローソンがあるね。ローソンがある。ああ、久々の鶴舞公園。あ、来ました。あ、久々に来ましたね。人も結構いますね。皆さんくつろいでます。ちょっと恥ずかしいんですけど、今までね鶴舞公園だと思ってたんですよ。はい。で、視聴者の方からさ、指摘もらってさ、鶴舞公園なんですよね。恥ずかしいんですけど、
知らなかったんですけど、鶴舞公園ですね。明大病院が見えますね。小学校の頃かな、明大病院にお世話になってるんですよね。小学校の頃さ、ヘルテスっていうさ病気にかかっちゃって、ここで手術したのを覚えてます。いやー、鶴舞公園もいいね。この前庄内緑地行ってきたんだけどさ、鶴舞公園もいいね。皆さんのんびりしてます。天気いいんでね、最高ですね。あ、なんだろう、なんか音楽が流れてます。なんでしょう。何かあるのかな。公園いいよね。のんびりした週末、悪くない。キッチンカーも出てるね。